アスベストを扱う工場で働き、肺がんの健康被害を受けた大阪などの元従業員。遺族が国に賠償を求める訴えを起こしまった。国は、国の責任を認めた最高裁判所。判決を受け、裁判で健康被害との関係が、見られれば賠償金を支払う方針を示して、て、この手続きで裁判が起こされるのは、国で初めてです。訴えを起こしたのは、アスベストを扱わず、いた大阪府や兵庫県、工場で働き、健康、害を受けた元従業員、男性や亡くなったの遺族ら13人で、職を辞めた後、肺がんなどの健康被害、出たということです。アスベストの、肝、害をめぐっては3年前、最高裁が明ら、3年から46年までの間にアスベスト、扱う工場で働き、健康被害を受けた人にいて国の責任を認めたことを受け、国は、裁判で健康被害との関係が認められれば、対して賠償金を支払う方針を示して今、今年10月以降、対象となる人、連絡して裁判を起こすよう促していて、この、続きで裁判が起こされるのは全国、初めです。原告の弁護団は、国か。詩を出せたのは、12日まで2575にとどまっています。厚生労働省は、残りの人たちについて所在の確認を進め、ともに心当たりのある人は地域の弁護、